皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は仕事で出会った全ての人を幸せにすると決めている高橋貴子的仕事観っていうことについてお伝えしたいと思います。実はですね、こちらの本、新刊、私の2作目の新刊なんですが、こちらの本の方が発売になるにあたりましてですね、本日こちらの方の編集担当をしてくださった女性の方からですねメールが届きまして、それを見ながら今日のまあティーブレイクというかコラム的な感じのお話をしようと思ったんですけれども、それについてちょっとお話をしていきたいと思います。実はですね、この本を作成するにあたって、当然文章の内容とかもちろんそこもすごくこだわったんですけれども、私は私なりきのこう見せたいデザインないしはそれがこう見る人にとっていいな心地いいなと感じるようなデザインとかっていうのもウェブサイトから何から全てこうブランド統一をするように自分自身が心がけているんですね。でそれもあって、今回もこの想定っていう、この本のですねデザインをしてくださった方もその出版社の方経由で、やっていただいてるんですけれども、いろいろ細かい部分の、注文とかもですね聞いていただいて、私としてももう大満足の本のデザインに仕上がったというふうに思ってやっている本なんですね。例えばこれとこれ若干色の違い、ビデオだと難しいか、違うんですね。こちらちょっと薄くてこちらがね濃いんですよ。これも最終的にこっちを採用するようにやったんですけれどもね、そういう内容も含めて非常にこう私としても思い入れの深い本になったんですね。でその本を、その出版の方ですね、編集の方にですね、感謝の気持ちも込めて、私もそうじゃない本とですね混じると分かんなくなっちゃうんですね。これこっち普通の新刊本でこれがで表面にサインを入れて自分の本って分かるようにしてセミナー中とかもですね混じっちゃったりするとその中にアンダーラインとか引いてあるようなものとかも入ってきたりとかすると他の方の本と混じってしまうので自分の本が分かるようにこうなってお揃いでサインしましたっていうのをメールでお届けして、でこちらの本もですねこんな感じで今回は金のペンでサインしようかなと思って、サインをしてそれをお届けしました。そしたらですねメールがこんなメールが届いて、それを読んだ時に私はそういうふうに思って仕事をしているのが伝わって嬉しかったなっていうエピソードと、仕事に関する考え方をお伝えしようと思ってこちらの動画を撮っています。まず、メールについてちょっとね読みたいと思います。高橋様、お世話になっております。サプライズプレゼントをありがとうございます。金のペンがデザインにマッチしていますね。裏表紙のメッセージも素敵です。また心のこもったお手紙までありがとうございます。高橋さんとの本作りは毎回刺激的で自分の可能性を広げてくれて成長させてくれるものでした。これから反則ですね。高橋さんの販売力、行動力、大いに期待しております。私どもも増刷を目指して頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。追伸。デザイナーさん曰く、著者高橋さんのセンスが素敵で、自分の実力以上に素敵な本になったと思います。とのことです。関わるすべての人を飛躍させる高橋さんにリスペクトです。と書かれてありました。このメールを読んだ時にですね、ものすごく嬉しかったし、ちょっと泣けてきましたね。なぜならば私はそういう思いを持っていろんな人と関わり仕事をしようと決めているからです。もちろん妥協しないでいいものを作っていくっていう、デザインとか、そういうものづくりに対する、私の、考え方っていうのはあるんですけれども、一つ私が外注パートナーさんないしはお仕事で関わる方、クライアントさんっていうのは、サービス提供をするっていう部分においてお金をいただいて対価に対して、最高のパフォーマンスをお届けするっていう立ち位置になるんですが、
お仕事を一緒にやる方っていうのは基本50-50なんですよね。あちらはあちらで私との仕事をすることによってメリットがある。私も相手の方と仕事をすることによってメリットがある。なので基本は50-50なんですね。ですから、ものすごくビジネスライクに考えれば、その自分が思う仕上がりで、仕上げてきてくれればそれでいいっていうのがある意味、ビジネスライクな50-50であればそれでいいっていうことなんですけど、私が、好きな人と仕事をしないっていうふうに決めているのは、もちろんその時間を有効に使いたいっていうことと、お互いにリスペクトできる、尊敬できる人とだけ仕事をしたいというふうに思っているので、それは一体どういう結果を引き起こすかっていうと、私が例えばその方と組むことによって、その方の専門知識とか専門分野に特化したものを私のお仕事の領域にエッセンスとして提供していただくわけですよね。で、それがお仕事的に捉えてしまえば、その方がそれを提供するのは当たり前みたいな形で、もしも私が、思って接しているとしたら、その方は100以上のものでは多分出してこないと思うんですよね。で、私自身もただお仕事を発注するだけではなくて、その方が持っている可能性とか、引き出しというかですね、そういうものをさらに引き上げた状態で仕事の完成度が高まっていくっていう、そういうお付き合いができるといいよなって常日頃思っていまして、特に新しい方と組む時にはそこを非常に重要視しています。要は私と組むことでその方も幸せになれるっていう、そういうお仕事をしたいと思って仕事を依頼しています。なので、すごいおこがましいんですけれどもね、私は、仕事で出会った外注さんのパートナーないしはお仕事のパートナーの人も、全てその人の、人生の考え方も含めてなんですけれども、生活観ないしは人生観思考も含めた状態、スキルも含めた状態で、ワンランク上になる、そしてその人自身も喜びを持って仕事をするっていうふうに、お仕事できる人とだけ仕事をすると決めているんですね。だから仕事で出会った方、全ての人を幸せにすると私は決めていて、お仕事をやっています。なので今回の本当に言葉ですね、編集者、女性の方なんですけど、この方もとても丁寧な方で、私が伝えようとする思いを本当に汲み取っていただいて、本に落とし込んでいただいて、だから、この本が出来上がってるわけで、この本を必要とする人にとってはとても大事な本になると思っていて、そしてその人を幸せにできる本だと私は思っているので、自信を持ってお届けする本にはなっています。で、それを作ってくださるっていう、その意気込みというか、ものづくりの観点ですね。それはやはりそういう編集者さんとの出会いっていうのも、とても大事なものもあるなと思っていて、この方とは2回目組ませていただいてるんですけれども、前回もそうですし、今回も自分の思ってる以上の形のいいものを作ってくださる、リード、道筋を作ってくださったなということで、すごく私も感謝しているんですね。そしてその時にその方からですね、高橋さんとの本作りは毎回刺激的で、自分の可能性を広げてくれて成長させてくれるものでした、というふうに言われるのは、私としては、一緒に組んだパートナーとしては最高の褒め言葉で、非常に嬉しいものでした。で、デザイナーさんとは実は私一度も会っていないんです。編集者さんを通して編集者さんがデザイナーさんとお話をするので、その方が私の意図を100%汲み取っていただけないとデザインに起こしていただけないんですね。ですが、前回も今回もなんですけど、その意図をきちんと汲み取って、デザインを起こしてください。もうこちらも、もちろんこの表紙もそうです。で、前作が、こちらの本だったので、これを踏襲して、今回の本を作りたいということで、私のラフ案というのはもちろんあるんですけれども、それをきちんと形に起こしていただけるっていうのは、なかなかね、表紙まで お話をしてやっていただけるところっていうのは本当に少なくてですね、そういう意味ではゴードン・フォレストさんには非常に感謝しているんですけれども、もちろんこういう意図でやりたいっていうことを、デザイナーさんが意図を組んでくださったから、
この表紙ができているんですね。でその方に、私のセンスが素敵で自分の実力以上に素敵な本になったっていうふうに言われるのは、これまた私にとっては最高の、褒め言葉賛辞であるっていうことと、で私がもともとお仕事をするときに決めている軸ですね、関わる全ての人を飛躍させる、私にリスペクトですと書いてくださったその編集担当者さんの、心意気っていうのはもう本当に私の今のこの本が出来上がって一番喜びに浸ってる時にさらに嬉しいギフトをいただいたなと思って、その感動があるのでまあその気持ちのままこの動画を作ってるんですけどね。ですからサービスを提供する、私の場合にはコンサルティングサービスになりますので、クライアントの、事業、望んでいる事業を成功に導く、成果を出させるっていうことですね、成果にコミットメントするっていうのは当然私の仕事ではあります。ただ同時にお仕事でね出会う方も全て幸せにしていきたいっていうふうに私は考えていて、最初に組む時には私と組むことによって何かメリットとかありますかっていう、ただ単に仕事をもらえたとか仕事のお金が手に入ったとかっていうレベルのものではなくてですね、何かこういう自分でありたいとかこういうことをやっていきたいとかって私とやる何かメリットってありますっていうのを最初に聞いたりすることもあります。今違うところでお仕事を組んでいるウェブ系の男性の方にも同じ質問をしました。でその時に言っていたのが、まあ要は、女性の方の、感覚感性っていうのは自分はそんなにわからないし、 SNS とかもガンガンに使ってやっているという私の、まあ、その感覚ですか、それを間近で見て自分も学ぶことができるっていうのも一つ大きな収穫があると思いますっていうことでお話しくださったんで、もちろん私はその方にお願いをしたい要望がもともとあったんですけれども、さらにそういうふうに言っていただけるんなら、あ、この人にとってもただ単に仕事を受けてくださるっていうもの以上のものを感じていただける仕事をしてもらえるんだったらいいなっていうふうに思って、その方と一緒に今お仕事をしていて、私自身も当然勉強になりますし、その方にとってもまあいろいろ刺激的な話とかもあったりするので、楽しんでお仕事をやっていただいてます。ですので私の仕事観っていうのは、もちろん仕事が上手に回るためにその方と一緒に組むっていうのはするんですけれども、でもそれ以上にですね目指しているところが、その方自身もお仕事の喜びをさらに感じていただいて幸せになっていると実感をしてもらう状態を私の仕事によって感じてもらうことっていうのが私の一つ目標とするところなんですよね。だからまあ今日は本当にそういう言葉をもらえて嬉しかったし、そういう方とお仕事をできた後はどういうことが起こるのかっていうと、また高橋さんと仕事をしたいとか、あとは高橋さんの依頼ならとかいう枕言葉がついて次の仕事が入ったりお願いするのがしやすい状況を作ったりすることができます。私はこのまたっていうものを持っている人、まあいい余韻がある女性とか、まあ、女性事業家起業家ですかっていうのは非常にまあ憧れであっていいなというふうに思っていて、またっていうのはねいい響きですよね。また会いたいとか言われるのはまあやっぱりそうですね、事業家起業家冥利にも尽きるし、まあ、それが仮に男性にね言われたとしたら、また会いたいっていうのは、まあ、最高の褒め言葉じゃなかろうかというふうにね思ったりしますね。だってまたがない人だって当然いるわけですしね、そう考えたらこの人とまた仕事をしたい、また会いたいっていう、またという余韻を持つことができる女性っていうのは、まあ、仕事も、まあ、人生もプライベートもうまくいくんじゃないのかなっていうふうに思っていて、私は今でも当然できてる、全てができてるなんて全然思ってないです。心持ちはそういうふうに思いながら一つ一つの案件と出会いを、まあ、丁寧につな、いでいくし、自分もつないでいってるっていう、まあ、そういう状態ですね。ですから今日は、まあ、単純に私の
仕事感を伝えるっていうだけのことになりましたけれども、皆さんにどうのこうのっていうことではなく、私の気持ちを単に伝えたかった。なので、今ね、非常に嬉しいんですよ、私。そういうコメントをいただいたので、私の思っている仕事感がこの方々に伝わった。そして、一つ自分もステップアップしたということで、相手の方も喜んでいただいている。その感覚が非常に嬉しかったんです。そして、この本が確かに世に出て広がることによって、何かに悩んでいる方とか停滞している方とかの、救いの手になる、まさにバイブルであるといいなというふうに思いまして、こちらの本が手に届いた、この日にですね、こんな動画を撮ってみたいと思いました。ぜひ、皆さんもですね、どんな人とどういうふうに関わって、仕事をしていきたいんだろう、それが生徒さんであれ、お仕事のパートナーであれ、家庭にね、なれば、当然ご主人であったりお子さんであったりっていうシーンも出てくるんでしょうけれども、またっていう余韻は非常にいいなというふうに思っていますので、今日はそんなお話をしてみました。それでは。